どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、避妊去勢にまつわるあれこれということで、避妊したらこうなりました、去勢したらこうなりましたっていうのが結構あったりするので、そういったことってね、本当にあるのかなっていうのと、なぜ起きちゃうのかなっていうことをお話ししていきたいと思います。まずですね、ワンちゃんの避妊とか去勢をして帰ってきてから、なんか急に荒れましたとか、あとは吠えるようになったとか、あとはすごい甘えん坊さんになったとか、そういったことをね、聞くことが多いんですけども、まあ、まずね、そういったことってまずあるのかなっていうことをちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、まずですね、帰ってきたらすごい荒れたっていうのもあるんですよね。避妊去勢したせいで性格が荒くなったって言われることが多いんですけども、そもそもの話として、避妊去勢というのはワンちゃんの心も体も成長する時期にあたる。つまりは避妊去勢をしたからそうなったじゃなくって、しなくてもなってる可能性はあるし、したおかげで抑えられてて、その状態で収まってる、もしくはもっとひどくなってた可能性があるよとかっていうのもあったりするのかなとは思ってます。なので、その避妊をしたから、去勢をしたからっていうことが、もちろんね、原因でなることが、あるのかないのかっていうのは、それはもう獣医師さんに聞いていただいた方がいいと思うんですけども、ただね、避妊去勢で荒れるっていうことはもちろん絶対ないとは言えないですよ。ただ一番はやっぱりその時期に、成長過程の中で、何が変わったかっていうところが一番大きいんじゃないかなと思ってますので、別に、ね、それ自体が原因じゃなくって、そもそもね、成長の中で心も体も変わりやすい時期なんだよっていうのを頭の中に入れといていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。2つ目ですね、2つ目が吠えるようになったっていうのも、やっぱり一番がその避妊去勢の時期って7、8ヶ月から1歳前後ぐらいが多いと思うんですけども、そこがやっぱり一番ね、警戒心とかが出てきやすい時期だと思うので、吠えるようになったことが避妊去勢のっていうことじゃなくって、プラスアルファはやっぱりその時期になったら出やすいものなんだなっていうところで、そこからでもね、やっぱりまたいろんな経験させてったりとか、運動をある程度入れてってあげたりとか、そういった対処っていうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、やっぱり吠えるようになっちゃったっていう時には、そのせいでっていうことじゃなくって、そこからどうするかを早く考えて、どん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 組み上げてった方が、解決に早いんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。3つ目ですね、甘えん坊になったということで、それはね、あると思います。特にお泊まりしてやった子になると不安になるから、一時的にやっぱり不安でお家に帰って、これってやったお父さんお母さんってやるんですけど、あんまり気にしなければ 2,3 日から 1,2 週間かけて徐々に元に戻ってきます。ただその時に私たちが寂しかったよね、ごめんねって言って言ってあげたり、ずっと抱っこしてたりとかすると、そういった状態で、やっぱり定着しちゃうっていうことはあるんじゃないかなと思いますので、いつも通りね、接していただければ、あ、何でもなかったんだな、出来事はってなってくると、戻ってくると思いますので、そこで対応を変えないように気をつけていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。あとですね、トイレの失敗が増えたとかも多いんですけども、そこもね、ワンちゃんのね、心と体の問題が結構あるんじゃないかなと思っていて、ある程度ね、やっぱりトイレの失敗がね、帰ってきてからしばらく増えちゃうみたいなのはストレスの原因の時もあったりするから、まあ、特に何もしなくてもね、 1,2 週間見てればある程度、元に戻ってっちゃうっていう子たちも多いし、あとはまあフリーにねしてたら失敗が増えちゃったっていう時は、一時的に運動を増やす代わりに、一時的にね、そういうサークルじゃないけども、ある程度ね、領域をこちら側で確保してあげて、広さ決められた範囲の中でね、飼育してあげたりすると、ある程度またトイレ復活していくんじゃないかなと思いますので、もしね、できなくなったらすぐできる環境に戻してあげて、できる環境でやってあげて、でお家の中で、本当はいつもフリーだったのにちょっと狭くなっちゃうね、ストレスだねって思うんだったら、サークル以上、どこ行ってもいいよ未満みたいな広さを作ってあげたりとか、ね、あとはある程度運動をとってあげる、お散歩朝晩しっかり行ってあげるから、代わりにごめんねって、ちょっとトイレここで頑張ってねってしてあげるとか、なんかうまい調整って必要になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にね、考えてみてください。はい、というわけでね、私たちもあると思います。例えばね、昨日ゴルフ行ってね、首が痛いとね、あ、ゴルフやったせいかなとか思うんですけども、単に寝違えただけかもしれないですよね。なので、なんとなくあれだっていうのを思っちゃうことってあったりするんですけども、もちろんね、それが原因の時もあるから、なんか明らかにって思う時は病院の先生に相談していただいたら自分はいいんじゃないかなと思うんですけども、ただね、大体の
の場合ってそれが主な原因っていうわけじゃなくって、その時期って変化が起きやすいから、その時にたまたまそういう変化が起きてるよっていうパターンの方が多いんじゃないかなって個人的には思ってます。なので非認許制のせいだからねもう戻んないとかこういう性格になっちゃったじゃなくって、そこからねちょっとずつ私たちの接し方でねまた変えていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃん、もちろんね帰ってきたらね不安があったんだと思います。多少ねやっぱり優しくしてあげたりとかね、そういったことっていうのは大事だと思うんですけども、ただね、適度にしてあげないと、お母さんの愛情ってちゃんと適量なら薬なんですけども、あげすぎるとね毒になっちゃいますので、ぜひ皆さんもね気をつけながらワンちゃんと一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか。